シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は雑談コーナーをお送りします。まずいつものように質問からいきたいと思います。コナンは、昨今のジャンプ系アニメ映画と違ってお土産がないのがすごいところです。その分毎回100万人いくかいかないかくらいの数字ですが、ジャンプ系のワンピースやハイキューのようにお土産配って観客動員を増やすやり方にお三方はどう思われますか？入場者特典、来場者特典をやってないんですね、コナンはね。でもそういうやってる作品の方が多いと思うんですけど、そういう来場者特典をやって動員を増やすっていう方法はどう思われますかっていうことですか？いや、いいと思いますけど、いや、このだから要点はどこなんだろう。要するに、なぜコナンはやんないのかってことなのか、ね、コナンはもっとやればいいのにってことなのか、どれについて意見を求められてるのかってこと。私はね、こう受け止めたのは、割となんか物で釣って動員増やしてんじゃんみたいな批判的なご意見も多分あると思うんですね。それについてどう思われますかっていうのをちょっと背景はそう感じたんですけど、だからその聞きたい要点はどこにあるんだろう。それずるっこくねみたいな。あ、それともそういうこと。じゃあコナンの関係じゃなくて、コナンはどうでもいいわけね、と思うんです、ね、要はその引っ掛けてやってる映画についてどう思うか、いやそれはさ、いや使えるものは孫でも使えってぐらいでさ、何でも使って動員すればいいと思いますけどね、僕は。で、私もそれでね、来場者の方が嫌だっていうじゃなくて結構喜んでるんじゃないかと思うんです。しかもさ、逆にリピーターで見たい人もいるわけじゃないですか。で、特典がくれるんならリピーターで行こうと思ってたけど、特典くれるんならじゃあ行こうって思う人も多いと思うんだよね。だからまあ、もしさ、その価値観の問題じゃん、映画って。だから例えば2000円っていう通常の料金が嫌だと、だったらちょっとでも安いそのサービスデーに行こうとか、いやいやそんな、大体サービスデー自体だって1300円もするじゃないかと、だったら配信で降りてきた時に見りゃいいじゃんっていう風に。映画ってもともとその定価に対するその考え方じゃなくて、それぞれの価値観に対しての割とお金だと思うんですよね。だからそう考えていくと、その添付されてるその何、いろんなお土産、つまりお土産にお金を払って映画を見なくてもいいと思うぐらいの人もいると思うんですよ。だからそれはずっこいっていう考え方をするのは、別にそれを否定するわけではなくて、ずっこいよねっていうのには同意する、けれど、それで集客しようとか、もしくは見ないでもそれにお金を払う人がいるっていうことで、価値観がそれぞれみんな違うので、その価値観を感じるぐらいのものをそのお土産に出してるということ時点で、僕はその需要と供給のバランスは成立してるというふうに考えておりますので、ずるい、認める、もう非常にこういやしい、認めますけれど、商売のあり方としては全然ありだと思います、はい、っていう答えかな。Tさんは？私も同じで、使えるものは使った方がいいと思うし、なんかそもそもそのお土産つけたとて来ないものは来ないので、その通りだと私も思います。それにも魅力があることが、その商品価値だと思うので、はい、素晴らしいですよね、はい、来るっていうのがお客様が。Tさんおっしゃる通り、私もお土産つけたところで来ないものは全く来ないんですよ、そういう悲しい現実も何度も体験しているので、お土産つければ動員が上がるってのもすごいことだなと思いますね。はい、じゃあ次、最近延期ってずっと言われてたユーリオンアイスのアニメ劇場版ですが、ついに制作中止のアナウンスがあったんですって。いや知ってますよ、はい、これは映画.comとか他のニュースに取り上げたんで、見てます、はい、でこういう公開されずに途中で制作中止になった作品の、制作費、今までかかった経費はどうなってしまうんでしょうか。どうにもならないそのまんまですよね。そのまんまとは、だから使っただけ損っていうことですよ。でもほら、委員会で何社さんか出資されてるケースあるじゃないですか、でまず A 社さんが建て替えて5000万建て替えてました、追加についてはこの時期に出資してもらいます、だけどまだちょっとインできないので、とりあえず A 社さんが5000万建て替えました、
でそれを 30%30%30% で3社で分けてました、残りの人たちはそれ出してくださいってなんないですかね。なるでしょうね。なるよね、うん、出資率で多分安分して負担するんじゃないかなと思います、ね、それも多分契約に載ってると思うん ですよ、ね、ただ問題はそれまでに契約書を交わしてなかったらどうなるか、うん、まあね、そしたらこれはあるよね。もうその幹事会社さんもしくはその A 社さんが1社で被るしかないと思いますけどね、うんうん、でも口約束も契約じゃないですか、うん、どこまでそれを、うん、まあ、裁判まで行くのかその示談するのか、まあ、だからその話し合いが穏便に済めばそれでまあ終わりでしょうし、納得いかんってなったらまあ下手すると裁判まで行くケースもありますから、ね、社内の中で反対する人もいるじゃん、うん、経理部が。でもまだ契約してないですよね社長、うん、なぜそれ払わなきゃいけないんですか。よく聞きますよね反抗してなくて揉めてるっていうのはね。でも一応口約束も契約なんだよね。そう、反抗してないだけで。ドラフトまで行っちゃってたら、うん、まあ反抗してなくても勝てると思いますけど、うんうん、その前の前の前ぐらいだと厳しいよ、ね、どの時点で成立するのかってことですよね、うん、今度映画作るのどうやろうこれが契約なのかどうかってことですよね、うんうん、まあそれは裁判してみないと、まあ、でも基本的にはその使っちゃったお金はもうそこであのただの使い損っていうことですよ、うん、どっからも別に補填されないから、うん、それはしょうがないよね。これ ABEX さんなんですかね。 ABEX かな、確かそうだったの。結構この有利に関してはずっとなんかね、うん、やってたから、まあ、ほら体力のある会社さんだからいいけど、うん、ちっちゃい会社だったら大変だよね。大変だよねこれ、うん、じゃあ次、あ、また私に対する質問だ。5月3日からアマプラでゴジラマイナス1が独占見放題配信が始まります。モノプラ版のゴジラマイナス1マイナスカラーや新ゴジラのモノクロ版新ゴジラオルソ、歴代の日本製実写ゴジラ映画が同時に配信されますので、ぜひゴジラマイナス1マイナスカラー新ゴジラオルソを鑑賞していただき、その感想が聞きたいです。あと、T さんに向けて Netflix でオリジナルのアニメ陰陽師を鑑賞しました。昔の実写映画一作目に近い内容で面白かったのですが、キャラがイケメン化しているので女性向けの作品なのかなと思いました。おすすめなので機会があればぜひ鑑賞を。でもできれば劇場で見たかったんですけどね。あ、見られなかった。マイナスカラーね。マイナスまだやるんじゃない、いつかね。マイナスカラー気になりますね、うん、モノクロのゴジラ結構好きなんで、あの最初の、うん、あれが一作目って言っていいんですかね、あの、うん、モノクロのゴジラ、うん、ええ向けてモノクロのゴジラが一作目なんですかね、うん、あれ、うん、正式タイトルゴジラでいいんですかね、一、うん、作目。どれのこと言ってるの、劇場版の一作目。その僕らが生まれない頃にネタバレにならないかな、ラストですごいラストに衝撃を受けたんですけど、御水からあれが一作目なの。あれが一作目で、あれがすごいやっぱり心に残ってるので、うん、まあそれは当然ですよね、うん、モノクロゴジラはいつも見たいんですけど悩んでます正直、配信で 見たもんかどうかを、うん、確かに、うん、私も同じです。陰陽師も、あ、陰陽師は見ようじゃって思ってつけたら、うん、1話の映画だと、映画のアニメだと思ったらシリーズの13話ぐらいの、うん、シリーズだったんで、そりゃそうでしょ。 1話だけ見ました。うん、うん、なんかでももっと妖艶な感じで、うん、その生命がそれが良かったです。イケメンでした。イケメンでしたよ。だからアニメに向いてますよね。こう誰がやったら良さそうだった、その陰陽師は。山崎賢人さんじゃなくて。いやいや、賢人なら賢人でもいいんだけど。中島あゆみじゃない。じゃない。いや、ないなんでですか。でもいそうですよね。ちょっと時間欲しいなって感じの、ちょっと考えてみてください。案件ですね。誰が陰陽師をやれば。横浜流星さん。横浜流星さん。ああ。横浜流星か。なるほど、ちょっとガタイが良くなりすぎる感じですけど。あ、まあそうですね、うん、そうですね、ガタイはいいな。じゃあ次、縦横画面の、映画画面の縦横比について、テレビと似たサイズからシネマスコープなど横に広がる歴史だったのに IMAX で狭くなったのはなぜ。フィルムが巨大だから。 IMAX で撮影された映画を通常上映する際に左右に黒帯を出して全画面を映さず上下をカットするのはなぜでしょう。 IMAX ってそのアスペクト比が多分横に広がってはいなくて逆に狭くなったのはなぜでしょうかね。狭くなったかっていうよりもあれは理想的な画面だったからじゃないの、きっと。そのなんていうの、 IMAX を再生するためには、うん、まあ必然としてあのサイズになった、うん、まあ、スコープ
ープはさ、もともとアナモフィックレンズで2倍にしてるから、レンズで2倍にしてるだけなんで、ちょっとまた違うんだよね。で、もともとはさ、スタンダードだった時に音がついてなかったわけよ。だからフィルムの横幅までどうだったかな、あれをつけなくてよかったね、サウンドトラックを、はいはい、あれでだからどうだったかちょっとよく覚えてない。で、ワイドにするときに横に広げてって画面がワイドになってったわけじゃない、だけどだからといって画質がいいかどうかってのは別物だったと思うんですよね。それは多分 IMAX で撮影されたときに、まあこれはちょっと技術的なことは顔のでかい佐藤さんに誰かに聞いてきてもらうのが一番ですね。これじゃあ IMAX で撮影された映画を通常上映する際に左右に黒みを出して全画面を映さなくて上下を買ってするのはなぜでしょうか。そうなの、これは分かんないな、これも分かんない。そうなのかな、いや分かんない、そうではないような気がするんだけど、上下カットしてる、いや分かんない、してないと思うんだけど、左右に黒みを出してるのは、要はだからその何、今の画面が基本的にシネマスコープの、あ、俺もシネマスコープって言っちゃったよ、スコープサイズに対応してる画面をスタンダードにするときに狭めてるからだよね。で、今はそのスクリーンに鈍調がないから、だからその左右に黒帯というか、映してるのがだからそのスタンダードよりもこう膨れた画面になってるはずなんで、上下はカットしてないと思うんだよね、はい、と思います。上下を合わせて映すとああなってるんだと僕は思う、そういう理解だと思うんですけど、まあこれは技術的なことは佐藤さんのでかい顔で聞いてきてもらいましょう。はい、じゃあ次、今近かなんか聞きゃいいんだよ、これ知り合いの。もう今近さんと最近お付き合いがない。じゃあいいよ、どこ今どこ現像所使ってるの、現像所、ね、あとラボとか、まあちょっと聞いてみましょう、まあ顔がでかいんだからやってくださいよ、そのぐらいは、じゃあ次、とうとうでトイレか、もうトイレなの今の話してんの僕らが、東方もうとうとうか何、もうなんかね、とうとうとのタイアップの件かなと思ったら違いました。こんなんでこれ TOHO ってここで唐突に出てきちゃうと東の宝がだったら、ね、とうとうになっちゃったよ、本当に。東方さんではスパイファミリーに続き僕のヒーローアカデミアのマナー講座が始まりましたが、はい、この手のものも広告枠として売られてるものなんでしょうか。今どうなのか、東方は。私はマナー講座ちょっとやったことがないんで、竹内さんやられてる、やったけど、その頃は別に広告枠ではなかったよね。じゃあ作ってもらったものを、その時期のマナー広告として取り扱ってもらうと、だから制作費は負担する、ね、もちろん制作費はこっちだけど、広告枠じゃないよね、きっとね。違うと思うんだけどな、一応。だってもし広告枠ってやれちゃったら、でも基本的に予告編は広告枠ではないので、予告編扱いだと僕は思ってるので、多分予告編扱いとして、広告枠ではないと思うね。幕絵に映してるのは広告枠な可能性があるのよ、これは。そうなんだ、幕絵に映してる予告編は広告枠の可能性があり、だから、幕愛と直前の広告で日本見させられることとかはそういうことなんですかね、まあ、それもあるよね、お金払ってるのが幕愛で劇場として流さなきゃいけないのが本編の予告編っていうことだよね、シネコンだとそういう可能性ありますかね、絶対あると思います、はい、特に東宝はね、東宝そうだ、じゃあ次、スクリームシリーズは日本でもヒットしたと思いますが、スクリーム6は日本劇場未公開、配信のみになりました。ヒットする可能性もあったと思いますが、なぜ未公開になったと。ヒットする可能性はないと思ったんじゃないですか、それは、あの配給側が、私もヒットする可能性はないと思ったと思、あともうスクリームの6ぐらいになると、別に劇場でやったからそのバリューが上がるとかっていうこともないと思うんで、となると劇場でちゃんと収支合わせないといけないこんなもん、スクリーム6配信した時にこれきっと劇場でやったんやろうなと思いながらみんな見てると思うんで、まあ別に劇場にかける必要もなかったんじゃないかと思うんだよね。劇場にかける手間、人件費、広告費、まあ、かかる全部経費を考えると、もう6ぐらいになったら元も取れないから配信だけでいいんじゃないって思ったんだと思います。なんか総シリーズももう次ぐらいは危ないね、もう配信かもね、危ないよね、ちょっとね、やっぱりどんどん何本もシリーズ化しちゃうと最後の方はね、結構劇場厳しいですよ、はい、もうあの、劇場でかける経費が元取れないんだったら、もうバリューもあるからそのままやっちゃえってことはあると思います、
じゃあ次、年を取るにつれ人の顔の違いがわからないって聞きますが、お二人はどうでしょうか。僕ね、もともと20代の頃から女性の顔を見分けるのがあんまり得意じゃなくて、特に綺麗系の人がね、なかなか見分けるのが難しい。あとね、女性って化粧とか、あのヘアスタイルとか、あと帽子とか系のその付属物とかで見極められない時が結構あって、これは年を取ったからじゃなくて昔からそうですね。うん、なんかもうますます確かにひどくなってますね。うん、年だから、それは。いやー、元からかもしれない。吉村海斗君と大東俊介君はよく似てんなーって前から。似てないし全然。でそう毎回竹内さんに言われるし。もうね、男優の区別はかなりつくんだよね。だけど女優はなかなか何回見ても、あとね、すぐに顔が識別できる女優さんとずっと何度も見てんのに、まああの最近ね、最近見てるドラマも映画も本数増えてきたけど、高畑充希ちゃん、杉咲花ちゃん、有村架純さん、今田美桜ちゃんとかはなんか同系統に見えちゃう。ちょでもそこは区別できるでしょ。区別できるようになってきた、やっと。それはおかしいよね。高畑充希さんと杉咲花さん兄弟って言われてもそうだろうなとかと思っちゃう。いや全然違うと思うけど。いやだから例えば綾野剛くんと、あとなんだっけ、笠松翔が似てるってのは言われるじゃない。でも似てるけど明らかに識別できるわけですよ。あの識別できやすくはなってきてるけど、たまにあれと思う時は。僕ね、むしろまとってる雰囲気が近い方が識別しにくい、顔の似てる、似てないよりは。でね、あのネットで調べると、私と同意見の人結構いるんですよ。ちょっと待って、どこまでが同意見なの？あの例えば杉咲花、高畑充希とかって。杉咲花と高畑充希って似てる？似てない。だからまあいいじゃないですか、仮にですよ。まあ、あの内藤俊介と吉村海斗って入れても似てると思ってる人が 70% とか出てきたりするんです。とか 50% 超えると。あとさ、一つ言えるのは、最近出てきたこの識別は難しいけど、杉咲花は少女の頃から見てるから。だから俺少女の頃から見てないから。あのハウスのグッサンと一緒に出てた CM とか見てない。 CM 見てないから。いや昔は見てたでしょ。だっていや見た記憶がない。いやあんたの記憶がないだけでしょそれは。だって子供の頃からさ、あんな、なんだっけ、ムなんとかとか。最近今田美桜ちゃんは 目にすごい特徴があるから分かるよ。でも今田美桜は化粧法によっては顔変えられるから、結構ね、識別できない時があってもおかしくない。女優さんはやっぱりね、ヘアスタイルとか、あのメイクで全く別人になっちゃうから、男優でもさ、それはね、あのカフカとかさ、綾小路翔翔とかさ、あの辺は識別できないかもわかんないけどさ、極端の、デーモンカフカとかね、でも普通の顔だったら男優は識別できるんだけどね。あとその、ほら、あの興味ない人っているじゃないですか、アイドルとか女優さんに。だからもう最近のアイドルはどれ見ても一緒に見えるとかっていう人昔からいるじゃないですか。あ、それは興味がないってことね。まあそれはあるかもね。だから興味があれば。ただやっぱりさ、坂の人とか、ああいう何、AKB の人とかって、みんなそれなりに可愛くて、そこまですごいこう何、オーラとかがないから、だから識別できないんだと思うんだよね。もっとあれなのは韓国の男優さん女優さんですよね。あ、みんな顔が綺麗で同じだもんね。作りが一緒だから。ちょっとね、顔綺麗すぎるとそう顔綺麗だと割とこう均一化してきちゃうよね。まあほら、あの日本人の方でも病院が一緒だと顔が似てくる、ね。まああの T さんみたいに独自な固有な美しさだったらいいけど、いわゆるほら普通に綺麗な、あの整った顔の人って、みんな整った顔系の人は。だから最近街中歩いてても、はっと綺麗だなと思う人いっぱいいるんですけど、あ、結構いじってらっしゃるかなとも思っちゃう、ね。まあ、別に俺はそう思わないけど、どっちかというと僕はその美しさを独自固有に見出す方なんで、整ってるからっていうんだよね。パーツが綺麗、整ってるのは、いや綺麗だと思うよ。だけどあんまりそういうのに僕個人が惹かれない魅力を感じないので、やっぱり独自固有な顔で、その人なりの美しさがある顔の方が美しいと思うので、あんまりその整った顔の人に魅力を感じないという、まあ自分のその性癖なのかがあるので、
美しいだけっていうとまた問題があると思うんですけど、美しいだけの顔の女優さんと、あのまだ出てきたばっかりで僕がその人の個性を見出し得てない人は識別できにくいよね、うん、でも大丈夫、それはカレーではない、え、カレーを食べるよ、え、何加える弱いではないですね、カレーではね、もう二十歳の頃からそうですね、ていうかもしかしたら2歳の頃からそうかもしれない、そういうカレー赤ちゃんだったみたいですよ、だからね、その何坂の人とかも知らないから識別できないわけよ、うん、そうですね、うん、だけど例えば一人ずつこう深田なんとか深川舞さんとか、うん、これはあの坂でもないけど、あの早瀬あかりさんだっけ、うん、早見あかりさんとか、うん、こう俳優として出てきて個性が分かり出すと識別できるんだよね、全くそう、だから俺もシネマサロン始めて識別できる度が上がってきて、度は上がってるけどでもまだかなり低いよね度はねそれはもうゼロに比べたら、しかも覚えてない人多いもんね、うん、あ、一回すごく気に入ってる映画ですごく気に入ってるヒロインなのに、うん、次の映画見るともう忘れてるもんね、忘れてるね、これ誰だっていつも言われてるもんね、うん、そう、演出とか今日に至っては、え、猫がそれやったやったまで言ってた、猫は逃げたね、猫は逃げた、やったこのチャンネルで、うん、いやいやびっくりだよね本当に本当に珍しい人ですよ、ね、あれほら、うん、猫は逃げたともう一個一緒にやったじゃないですか、だからこう2作品のもう一つは何だっけ、そっちが瀬戸康史君が出てたやつ、愛が、愛が、愛、愛がなんだ、愛がなんだ、愛がなんだじゃない、愛なのに、愛なのに、うん、だからそのタイトル覚えられなかったんですよ、うんうん、そうだね、はい、それは分かる、じゃあ次、はい、ここ数年かわいいおじさん、かっこ遠藤憲一さんほかが出てきてるけど、遠藤憲一さんってかわいいおじさんなの、お三方はどう思うんですか、俺最近思うんだけどさ、あの何、愛しい美しい君、なんだっけ、君は光る君へ、光る君にあの出てるじゃん、レオさんね、玉木レオさん、玉木レオさんと遠藤憲一さんに親子役やってほしい、あ、まとう雰囲気は似てるもんね、もう結構似てると思う、この親子役2人でやってほしいなと思う、いやいや質問は違いますよ、うん、おじさんがいやどう思いますかって言われてもはぁとしか思わないよね別にでもあの私は最近そのコンテンツ型で、うん、その出てくる役者さんの、うん、こうまあ累積した出演回数すごい増えてるから、うんうん、必然的にまあ脇役だった人も露出回数が増えると、いや脇役の人の方が露出回数が増えてるよ、うん、そうすると認知度も当然上がってくるんだと思うんですよね、うんうんうん、しかもテレビ東京主役にさせるしね、うんうん、まあ今までそのここまでコンテンツの量はなかったから、うん、その今のコンテンツ型によって出演機会が増えて認知度も上がってるんじゃないかなと思いますけどね、いやそんなこと言ってないよ、うん、可愛いおじさんが出てきてるけどどう思うかって言ってんで、ここ数年に俺かけたんです今、いやっていうか全然、じゃあいいよ、可愛いおじさんが出てきてるけどどう思いますか、可愛いおじさん昔からいたとは思いますけど、誰、例えばどうだろう、坂井俊二とか江野健遠見さんとか昔から出てらっしゃいましたね、遠見というのは遠藤憲一、うん、まあどうかな、でもその例えば北村幸哉さんとかね、うん、真柴秀和さんとか、うん、昔から出てらっしゃると思いますけど、昔から出てる、でもおじさん役として最近認知してきたんで、そうだね、もっと若かったからね昔は、うん、でそれはその出てきてるっていうところにかけると、うん、やっぱりコンテンツの量が増えたからだっていうふうに思うんですよ、うん、ちょっと何言ってるか分かんないけど、じゃあ T さんに聞いてみましょう、はい、T さんはどうですか、なんかこれで遠藤憲一さんかって私は思ったんですけど、ちなみに T さんが思う可愛いおじさんは誰なんですか、でもやっぱりなんか佐藤さん、いや中島愛夢さんでしょあれはおじさんじゃない、もうおじさんいやあれはおじさんじゃない、入りかけてるちなみに遠藤憲一いくつだと思ってるんですか、まあ、それジジイだよねちょっと、いやだからこのジジイの初老ぐらいの人を可愛いおじさんって言うのよ、うん、でまだ中島ゆみたいに40代でしょ一応30代でしょ、そんなもんおじさんって言わないよもう40やっぱ50超えてこないと今おじさんとは言わないですよ、うん、でやっぱなんかドラマとかに影響されるので、うん、吉田鋼太郎さんですか、ね、ああ確かにね、キャラが変わって面白いけど可愛らしい、じゃあね西島さんとかはおじさんではないの、うん、いやおじさんでしょ、だってもう55でしょ、うん、彼、うん、
内野さんとか西村さんが内野さんも55ぐらい、ね、あのほら昨日成田ベタの2人とかは可愛いおじさんってことですかね、うん、まあと思う人もいるんじゃない、うん、なんかでも私の可愛いのイメージはあと温水洋一さん温水さんぬっくんね温水さんってなんか可愛いのああいうのが可愛いんだよねで、うん、あの西島さんとかかっこいいとかイケてるおじさんだよねそうイケおじ、うん、だからイケてないんだけどちょっと見ると可愛いっていうのがある癒し系というかだから佐藤さんも可愛いおじさんなんだと思うあ恵比寿よしかずさんとかも可愛い、まあ、恵比寿よしかずさんも可愛いおじさんっていう人はいるでしょまあ可愛いおじさんの定義も人それぞれですからね、うん、きっとね、うん、でもどう思うかっていうのは別にいいんじゃないっていう感じいいんじゃないその通りいいんじゃないって感じだよねいやもっともっとねいろんなおじさん見てみたいなっていう感じですねそうね、うんうん楽しみにしてます毎回じゃあ次、カンヌやベネチアなどの国際映画祭に買い付けに行くときに作品内容はどうやって理解してるんですか出品される作品全てに英語の字幕がつくんでしょうかまあ基本ね商売的に見る映画には字幕がついてんだけど、うん、評判になって遅れた頃に見ると現地用に言語で見なきゃなんないとか、うん言語の字幕がついてつまり例えばカンヌでみんならフランス語字幕ドイツでみんならドイツ語字幕っていう映画も見なきゃなんない時もたまにあるよ ね, そうですね、まあ、あとセールスカンパニーがインターナショナルでたくさん売りたいってなったら字幕つけることも、まあ、あると思うんちょっと何言ってるか分かんないんだけどいやあの海外で売りたいとなればあの早めに字幕つけようっていう風になってそんなこと言ってないですよこの方はカンヌやベネチアなどの国際映画祭に買い付けに行くときに作品内容はどうやって理解してるんですかって言って、うん、出品される作品全てに英語の字幕がつくんでしょうかって聞いてるわけ とは限らないいやとは限るのよ英語の字幕が全部ついてんだけど現地ついてましたいや商売用にはね、うん、商売用に僕らがマーケットで見るものには全部ついてる、うん、それからあと商売用ねあと映画祭のコンペティションに出るようなやつはついてるけれど現地用に6回目ぐらいこう上映するときにはもうついてないっていうのがあるわけよ、うん、例えばアラビア語言語にだからベルリンならドイツ語字幕だけとかね、うん、でたまにもう6回目ぐらいなんか評判が良くなってちょっとあれ見てこいよって言われるとあの現地語字幕だけっていう時はあることはあるんですよ、うん、そういうのは見ないあんまり見ないですねでも見ることはあるよねあのでそれで言わせていただくと英語字幕がついてなくても、うんまあ、もしくは、まあ、ついてれば、うん、ついてなくても、うんすごい映画は見てて分かりますか、ねまあ、すごいっていうか、まあ、商売になりそうかなりそうじゃないかとかねあと会話、うん、映画とかだとやっぱりちょっとかなり難しいんだけど普通に映画見てる分にはあこの関係者これきっと弟かなんか親戚か甥っ子か、うん、とにかく親戚なんだなぐらいでもいいわけよ、うん、そこに別に重要なポイントはないわけでだから映画の中の関係性とか描き方とかだけ見てればこれはだからあの検討すべき映画なのかっていうことは分かるわけですよね、うん、全部分かんなくてもいいんだよ、ね、ただ、うん、ものすごいそのセリフ映画で、うん、2人がだから席でやり取りしてるだけの映画とかこれはちょっともう難しいと思う、ね、それはまた国際部の人間が見て、うん、これこれこういう内容でよかったですとかっていうレポートをしてもらえればね買い付けたりするまあもしくは後からね、うん、昔だとビデオカセット、うん、今だと配信で送ってもらうとかってことはできると思うけどねあとそのサスペンスとかホラーアクションとかは基本その字幕会話が 100% 分かんなくても、うん、あこれ怖いとかすごい迫力があるよくできてるかどうかはショットとかつなぎ方とか見てれば分かるので別に作品内容全部分かる必要はないわけですで検討する必要がなければもうそれでいいわけだし検討する必要があればちゃんとこれは字幕取り寄せて見るしかねえなもう一回ってことになってくので、そうですね、いうことですよね、うん、だから質問に答えるとカンヌやベネチアの国際映画祭についていくときに作品内容は基本的にあのいつも言うけど全部分かってるわけじゃないけれど魅力を感じて買いたいと思うか検討すべきかどうかの判断はできるで出品される作品全てに英語の字幕はビジネス的に見る映画はついてるんだけどそうやって追っかけてって現地の人用の上映で見なきゃいけない時もあるからそういう時はついてないバージョンを見ることもある、うん、っていうのが一応答えでいいですかね、はいうん、じゃあ次プリシラなんですけどソフィア・コッポラさん監督でソフィア・コッポラさん実力知名度ともに抜群な監督作品なのにこのプリシラに関わる会社はユニバーサル・コロンビア
などではないにせよ、全て見たことのない会社ばかり、題材が受けそうになかったから引き受け手がいなかったのでしょうか。まあ、基本的にメジャーで撮らないってことでしょ、うん、ソフィアはね、うん、割とインディペンデントな制作会社で撮ってることが多いんだと思う、うんうん、なんでメジャーで撮らないんですかね。あんまり撮りたくないんじゃないの。ああだこうだ言われるの嫌だ、うん、嫌だと思うんだよね。割となんか自由に作りたい、自分が何交わって分かり合える人たちと一緒に作りたいんじゃないかなと思うんだよ、ね、だからメジャー会社と決してやりたい監督ばかりじゃない、まあ、でも題材によってはやるかも分かんないけど、うん、プリシラとか結構微妙で難しいじゃないですか、うんそうですね、だからそれはあるんじゃないかなと思いますけどね、はい、あとあれじゃない、エルヴィスは清廉潔白なキャラクターだった。でもこの映画で見ても結構ヤバい人だよねエルヴィスは、うん、いや多分だってある意味ロリコンだったと思うし、そうですね、ある意味やっぱり暴君だと思うしね、優しいけど暴君だと思うし、決してそんな清廉潔白なキャラクターだったとはあの映画を見て見受けられないような気はしますけどね、うん。じゃあ次、まあ、読まれた小説もしくは漫画で映画化し映像化しそうだなと注目なさってる作品がありましたらご紹介ください。まあ、別にしそうとは思ってないんだけど、全くしないだろうと思ってるけど、うん、ぜひ榎本則夫先生が書いた小説どっかで映画化しないかなと思いますけどね、うん、特にエアー 2.0 はぜひなんか映画化してほしいなと思いますけどね、うんうん。榎本則夫先生は大好きでほぼ全作読んでますけどね、うんうん、大変面白い小説だといつも思ってますけど、うん、T さんはあんまり読まないのでないんですけど、でもなんか本屋大賞を取った同志少女を適用ねってされてる、あれは多分ねもう企画取ってると思う、そうですよね、きっと動いてるんだろうなと思って、うん、これ絶対映画化しそうって思ってるんですけど、これって何年後になるんですかね。2022年に撮ってるとしですけど、まあ3年後ぐらいなんじゃないかな。今から3年後みたいな。いやその時から3年後ぐらいじゃない。だから来年かぐらいには出てくるんじゃないかな。やっぱりそういう感じですよね。映画を作るっていうと、映画作るよっぽどスピードで、だからかつて川村プロデューサーが、なんかバス男じゃない電車男か、うん、あれは相当早かったと思いますけどね。企画取って、まあ、前も言いましたけどオファーもして東さんに負けちゃいましたけど、あれ6ヶ月ぐらいで早かったよね。早かったよね。あれ当時彼テレビ部かなんかにいて相当早く進めたんだと思うんだよね。でもそれでもまあ6ヶ月から1年はかかると思うんで、それでかなり早い方だと思うんだよね。そうですよね。でしかもあのメジャー系とかあのすごくちゃんと作ってる準メジャーは割と早いと思うのよペース的に、うん、だけどインディペンデントで映画作るとなると、まあ、少なくとも2年3年はかかっちゃうでしょうね。ね、うん、かかるでしょうね、うん、あのいろいろ交渉したりとか、うん、その何共同出資者とか集めたりとか、うん、あの原作者にこう許可取ったりとか、うん、あと脚本やり取りするとか相当かかると思いますけどね。私はあの可能性があるのはちょっと自分でアプローチするので、そりゃそうだよな、じゃあ夢のようなやつはない夢のようなやつはあの高野和明さんのジェノサイド、前も言いましたけど、よく言うね、あのエドガー・ランプショーってやつだね、あれよくできてるし、メジャーでやったら相当すごい作品に、まあテレビシリーズでもいいんですけど、うん、ありそうだなと思ってるんですけどね、うん、まああとはなんだっけマスター・キートンとか、マスター・キートンね、あの辺はね、そのやっぱりメジャーぐらいのお金じゃないといいものは作れない、まあそうでしょうね。でも「VIVANT」の代わりに日曜劇場で作ることあるじゃない。いや原作者さんが OK しないような気がするけど、日曜劇場だと、うん、やっぱりいやハリウッドぐらいの、俺は結構先生浦沢先生はこだわってると思います。でも東宝にかつて許可出したじゃんね、あれ、うん、でもやっぱりうまくいかないんだって思われるんじゃないですか。なるほど、うん。じゃあ次、全然知らないジャンルなのですが、ピンク映画って儲かるんでしょうか。興行的に大ヒットしたピンク映画はありますか。あるんじゃないですかね、うん、だけどまああのカルトな作品多いよね。例えばあのかつて須藤さんが撮った兄貴の嫁さんとかね、変態家族兄貴の嫁さんとか、うん、もう世評に名高いピンク映画は結構ありますよね、うんうん、多分儲かるからいっぱい作ってた、ただ今はもう無理だと思うんだよね。まあもう
アダルトビデオがね、うん、でさえ難しくなってきてるし、うん、配信でアダルト見られちゃいますから、ピンク映画がだこの間はね、あのほらスコーレのね、うん、あの木俣支配人になってる東出くんが言ってたけど、はい、ピンク映画にも才能がいっぱいいるんだよねって言われたのはもう80年ぐらいまででしょ、うん、80年前半ぐらいまでかな、うん、だからそれ以降はなかなか難しいと思いますけどね、うんうん、だしちょっと大ヒットした作品ってなんかあんまり、いやピンク映画の大ヒットっていうのがよくわかんないよね、うん、どうなんでしょうね、ピンク映画の大ヒット作品ってあんのかね、どうなん、誰もが知ってるみたいな、まあ、でも誰もが知ってるんですよ、カルトなね、うん、変態家族兄貴の嫁さんとかそういうのは知ってると思う、あと団地妻シリーズとかね、うん、団地妻シリーズは日活で撮ったのもあるけど、それまで買い上げのピックアップだった時期もあるので、だからこの有名な作品がヒットしたとは限らない、ね、そうなんだよ、だからこういうカルトで有名な作品が当時当たったのかどうかもね、分かんないよね、多分そのすごく人気になった女優さんとかがいらっしゃって、そういう人が出た新作ですごく高収上がったみたいなのある、でもピンク映画だよ、うん、そこまでないと思うんだよね、いや日活ロマンポルノならあると思うんだけど、うん、ピンク映画とロマンポルノの違いをちょっと、だから日活で撮ったものはロマンポルノで、日活が買い上げたものやその他のところで作ってたそういうエロい映画をピンク映画っていうわけだよね、うん、で元々ポルノっていうのは、東映の岡田社長が輸入した言葉なんだよね、うん、で自分とこのあのこういう何エログロポル、エログロ映画にポルノって名前つけたの、だ日本で最初にポルノって名前を使ったのは日活じゃなくて東映の岡田社長のはずなんだよ、うん、で日活、まあ、ロマンポルノで大ヒットした映画って何か思い浮かびますけど、いやあったと思うけど、その、うん、どれが大ヒットしたのかは、うん、ちょっと分かんないな、藍染京子さんのやつとかヒットしたんじゃないですか、あ当たったと思う、あと東京エマニュエル夫人とか、うん、あの辺は大ヒットしたんじゃないかな、うんうん、なるほどね、そんな詳しくないもんね、いやしかもそんな何が当たったかっていうのは、数字のことに、ね、いわゆるでも普通の映画が当たると表に出てくるけど、うん、ロマンポルノやピンク映画で当たってもそこまで表に出てこないからね、うん、多分業界の人しか知らないんじゃないのかな、うん、じゃあ次、小田原に40席の小さな映画館がオープンしました、ミニシアターや単館系の思い出は何かありますか、いやもう山のようにありすぎてどれを喋ればいいのかだよね、じゃあ T さん、ないんですね、私は逆に、うーん、40席すごいですね、これはこの映画館ご存知です、40席ああ知ってます、ニュースで見たし、まだ行ったことはないんですけど、名前ね、なんて言ったかな、名前はちょっと覚えてない、今結構さ、そういう何市民団体とかさ、が40席、30席ぐらいの映画館を各地に作ろうと頑張ってる人たちがいるよね、結構いいですね、いいことだと思いますよね、いいことですね、うん、ちょっとだから番組編成も見たんですけど、まだやっぱり新作がちょっと少なくて、うん、あのまあちょっと遅れてあの、まあ、順次公開されてる作品が多いのかな、あそりゃしょうがないよね、うん、小田原シネマ館、小田原シネマ館、はい、不思議な名前ですねシネマって映画館のことだからね、うん、シネマシネマシネだから小田原映画館館っていうことだと思うんだよね、シネマ館、うん、小田原シネマじゃダメだったんですかね、わかりません、2位じゃダメなんですかいや、2位とは言ってませんから別にお近くの方は嬉しいでしょうね、いや嬉しいでしょうね、だからストレンジャーさんはね、やっぱ近い方はすごい羨ましいです、うん、じゃあ次、この仕事をしていてよかったなと思ったことありましたか、例えば憧れの人と仕事ができたとか、山のようにあるけど、やっぱ当たった時かな、あまあね、当たった時は嬉しいね、うん、確かにね、うん、T さんはチャンスインに行った時ってことですかね、はい、なんかでも普段生きてる時に話さないような人を、普段生きてる時にちょっとおかしいですね、話さないような人、業界の方ってそもそもちょっと話す内容が面白い、考え方が面白いと思うことがあって、あ業界の人って映画業界ってこと、うん、芸能業界、まあ、映画業界もだから、例えば監督とかとお話しすると、うんうん、なんかなんだろうな、こうあそんな言い方するんだみたいなこと、そんなに考えるんだとか、そんなに考えるんだ、いや言ってるのがよくわかんないですね、うん、まあなんか
独特な考え方されてる方もいると思うし、こんな人いないからね。前も竹内さんも佐藤さんもですし、話しててすごく興味深いことが多いですね。興味深いことが多い、うん、それはこの仕事についてよかったなと思うこと。そうですね、うんうん、確かに会う人会う人いろいろ面白いよね。面白いですよね、うん、確かに、うん、なんかでもね、 T さん狭間だったから、うん、もうそのね、スターの人と、いや中島あゆみさんキャスティングできたよとかって、そういうのはね、だって別にこれからね、彼が作る映画で参画すればいいだけじゃん。チャンスインだって言えばいいんだから、あなたにチャンスインって言いながら、佐藤さんもないんですか。まあまあこれですよ。そうですよね、絶対そうだろうな。セックスピストルズのジョン・ライドンさんにお会いできて、ノーフューチャーというドキュメンタリーを配給した時にお話できたのはね、やっぱそんなの想像してなかったから。いや、すごいですよ。まああと、そうだよね、うん、まあ憧れの人っていうか、まあね、そんな会えるとも思ってなかった人に会えたんで、それは嬉しかったですけど、うん、あとカンヌ映画祭に最初に参加した時かな。それは言える、うん、僕も初めて、まだアスミックがまださ、うん、どういたしたのビデオメーカーだった時に、うん、初めてカンヌ行った時に、あのカンヌ映画祭に行けたこと自体が、うん、なんかやっぱり、うん、嬉しかったなと思った、うん、だしカンヌってやっぱすごい特別な映画祭だなっていう、うん、でミーティングもね、今みたいにこう、まあなんていうかな、幕張メッセみたいなとこじゃなかったわけですよ。いやいや、今だって幕張メッセじゃないとこでやってる人は多いと思いますよ、うん、だけどまあまあそっちがかなり主体になってきてるじゃないですか。まあビジネスライフになってるね、って言われるね、うん、直接会場が。だけど当時はやっぱりそのこうカンヌの海岸沿いにこう有名ホテルがバンバンバンってあるわけですよ。もうでっかいすごい、まあ、名前を言うとカールトンとかマジェスティックとかね、グランドホテルとかいろいろあって、そこでミーティングした時に、これ前も言ったかもしれないんですけど、うん、J&M っていう会社さんの、J&M か、そうとミーティングで、したらペントハウスなわけですよ。でそしたらもうね、屋上の最上階で、でちょうどね昼時で、もうなんか食べるかとか言って、そこでシェフがね料理してるわけですよ。でこう目の前はね綺麗な海いて、クルーザーが止まってて、でここの縁にカモメが止まるわけですよ。自分が暮らしていた階級と明らかに違う、クラスが違う階級で、そういう打ち合わせをすることで、そうこうカルチャーショックみたいなものを受けるわけですね。やっぱね、もうお金持ちの世界は全然違うんだな。なんかあの自分たちが生きていた世界と違うところで自分が商売をしてるっていう驚きはあるよね。そう、うん、それはちょっとまあちょっと軽いカルチャーショックもあり、うん、やっぱなんかそういう高揚感はあってね。まああるよね。まあそれであのさっきの話ちょっとでマーケットハイになって買い付けた映画が日本で字幕つけると、あれなんだよこんな映画いまいちだなみたいなことを毎回思うんだよねっていう風に某社の社長さん、某社の社長が言ってたよね。毎回言ってた。カンヌでさ、サンセールっていうワインをね結構飲むんだけど、日本でサンセール買って飲むとね、まあそこまで美味しくはないんだよね。なんでカンヌで飲むとあんなにサンセールがうまいのかっていつも思うんだよね。でまた日本で買うんだよサンセールを。でうまいんだよもちろん日本で飲んでも、でもなんかあのカンヌで飲んだサンセールと味が違うんだよね。本当に、うん、だからまあその映画祭に参加できるとね、すごいちょっとね、まあこれはね特にカンヌだね。そうベルリンとか、まあベネチアはあるのかもしれないけど、ベルリンは本当に普通にだって寒いし、うん、なんか寒い仕事してるなって感じするし、カンヌはもう全然違うもんね。違う、本当にもう華やかさが、まあしかも当時は特にね、当時ね、うん、2,30 年前の方が映画業界全体に活気があったし、まあ、ビデオ業界が潤ってたからね。そうそうそう、うん、だからすごくいい時期にカンヌに行かせていただいたの、ね、まあ、仕事しててよかったなって思うのは、うんうん、やっぱりあれだよね、僕もほら一旦普通の会社に入ったから、うん、毎日その何自分の好きな映画と戯れている、いやもちろん大変なこともいっぱいあるんだけど、まあ自分の好きな映画と戯れてることを24時間四六時中できるっていうのは、あやっぱりその何ガソリンスタンドをやめて映画業界に入ってよかったなとは思ったよね。そうですね、うん、じゃあ次、ドグマ95といえば思い浮かぶ作品があれば教えてください。ニューヨークで見たあれだからセレブレーションか、あ
あれをだからニューヨークで初めて見たんだよ、そのドグマシリーズでね、うん、これは結構あれだよ。あとドグマやりましたけどね、僕も1本。何なんだっけ、いや、ありませんよどれだっけ、僕がやったドグマはちょっと忘れたけど、やっぱり一番気になってるのはラース・フォントリアのイディオッツ。イディオッツね、やっぱり言い出しっぺだし、あ、やったんだっけあれ。やってませんよ、まあ、やってない、それどころか見てもいない。何言い出しっぺって。いや、ドグマの言い出しっぺでしょ、ラース・フォントリア。なんだそれか、なんだおめえが言い出しっぺだろ。なわけないじゃん。いや、いつ買ったんだろうと思って、イディオッツなんか、ないね、なんでそんな分かんない話すんの。なんか、いや、話の流れで分かってくださいよ。もう全くあんたが言い出しっぺ。言い出しっぺ。いや、今 T さんも俺もてっきりあんたが言い出しっぺなのかと思って、何を言ってんだこの人はって思ったよね、今ね。あのね、アクションとかサスペンスとかやってる会社がイディオッツなんかやるわけがないじゃん。だからさ、言い出しっぺって言ってからさ、なんかドグマの言い出しどういう話なんやっていう話だよね。だってそれで言うと俺一本も見てないですよ。見てないの。何本見てるんですか。多分ね、7本ぐらいは見てるんじゃない、うん、だって結局ね、前で言いますけど、当時ドグマなんか商売になんないと思ってたから。なったやつもあるよね。あるでしょうけど、うん、ほら自分たちがやってるフィールドと全然違うな、まあね、違ったからね、うんうん、しかも95年だからクロックワークスも作ってないし、あ、まだそう、アスク講談社でそんなものやるわけがないわけですよ。なるほど、うん、なのでなんか、あ、こういうことやる人たちがいるんだ、ふーんとかして思ってなかったのがね、ラース・フォントリアって、あ、こうすごい人なんだなってだんだん思ってきてね、うん、そうなるとやっぱりイディオッツちょっと見たいなとはずっと思ってますけど。なるほど、うん、あ、でもまだ見てもないんだ。見てもない。何が言い出しっぺやねん、ほんまね。何を言ってるんだこの人、ほんま。 T さんも見てないでしょ。見てない。ドグマのそこ表ある、まあ、出してない表。俺何やったんだっけ、ドグマ1本やった。でもそれこそね、全てのドグマ作品を、うん、あのデジタルリマスターにしてやったら面白いかもしれないですね。何やったドグマ映画祭。キングイズアライブだよ。うーん、キングイズアライブやった。儲かりました。でも儲かったのはほら、ザジがやった幸せになるためのイタリア語講座、これは結構儲かったと思うんだよね。タイトルもいいよね。うん、あとはジュリアンもあのライズでやったやつ、そこそこ行ったんじゃない。キングイズアライブはね、儲かりまへんでした。でしょうね。うん、でもあの初めてセレブレーションをニューヨークで見た時はかなり衝撃でした。トマス・ウィンター・ベア、これは素晴らしい映画でしたよ、ね。あれどこやったんだっけ？ユーロスペースだっけかな。ちょっとよく覚えてないけど。あと三船はさ、あれこともともとこれ三船敏郎のことなんですよ。はいはいはい、ソ連クラーク・ヤコブセンのね。これも結構日本で話題になりましたよね。当たったかどうかは知らない。まあ、この中で当たったと言えるのは多分幸せになるためのイタリア語講座と。うん、ジュリアンぐらいなんじゃないのかな。幸せな孤独はどうだったんだろう。イディオッツダメだったの。イディオッツは当たったのかな、あれ。あ、まあ当たったって聞かないね。うん、ちょっとよく覚えてない。イディオッツって配給どこだっけ、ね、イディオッツって配給どこだったっけな、ちょっとよく覚えてないけど、まあ、結局僕はだから1本だけですね、キング・イズ・ア・ライブ。でも俺監督も呼んだんだよ。なるほど。うん、ライズでやったんだけどね、あんまり当たんなかったけど、でもこけはしなかったと思う。じゃあ次、来年ポンジュノ監督の新作、ロバート・パティンソン主演ミッキー・セブンティーンが公開されますが、うん、ポンジュノ監督の一番好きな作品と感想を聞きたいです。いや、ポンジュノってそんな見てないんだよね。ちょっとポンジュノ出してくれる。ポンジュノ何本見てる。殺人の追憶、母なる証明、殺人の追憶、殺人の追憶。今日なんかろれつ回ってないですよね、ちょっとね。殺人の追憶、うん、母なる証明、うん、あとグエムル、ハンガーの怪物、ハンガーの怪物。俺あとスノーピアサー見てないんですよね、うんうんうん、あとまあパラサイト、うんうん、半地下の家族。東京は見てないの。東京見てないですね。そうか、うん、何が一番好きかだよね、うん、どうぞ。いや、あなたから言ってください。殺人の追憶ですね。じゃあ殺人の追憶、圧倒的に。いや、殺人の追憶、うん、僕同じ、うんうん、T さんも私もそんな見てないんですけど、うん、私も殺人の追憶なんだよ。みんなパラサイトも面白かった、ね、まあ面白かったけどね。でも殺人の追憶でもそのなんかね、俺グエムルとかスノーピアサーとかまあちょっとパラサイトもやる商業そうそうそう、まあまあいいかなって感じ。まあ普通だよね。はいはい、みたいな感じです、うんうん、だけど殺人の追憶はなんかこう商業性もあるなと思って見てたし、
僕はねチェイサーと共通する何かを感じました。剛腕ですか。剛腕です。超剛腕です。だけど面白いんだよね。もうだってさ、実際事件も収まってないのに勝手に解決つけるってどうなんやってのあるやん、やっぱり。あ、大丈夫なのそれっていう。いやもう映画ですから、うん、インスパイアされただけなんで。いや大丈夫なのかと思うよね。でもね、影響力あるじゃん。でもそれで、うん、いやよくできてましたね。でもよくできてた、うん、役者も。あと警察はねボケでもうなんで韓国の警察なんだボケなのかと思うよ。あの、まあ、チェイサー見てる時に本当に警察バカなんじゃないかと思う、うん、こんな本当かと思ったよなあれ見てね、うん、まあでも本当なんでしょうね、うん、はい、じゃあ次、飯田橋にありました名画座の銀麗ホールの思い出ありますか。もう山のようにありますよ。近くにあったからね。言っとくけどね、アスミックから歩いて30秒ですから、うん、当時の隣のビルだよね。僕らよく土日もずっとアスミックに行って仕事してたんで、うん、だから午後に仕事に行って仕事してなんか3時か4時ぐらいの1本見て、で俺年間パスポートも1回買ったことあるんですよ。だからそんなあるんですか。あの1万円で年間 何度でも入れる。よくないですかそれで。企業パスポートってのもあって、企業で入って企業でそのパス持って見に行ってもいいっていうね。へえ。あれアスクの時にやんなかったんですか。だから竹内さんも、うん、あのアスミックで、うん、私もアスク講談社っていう会社にいた時は飯田橋で、うん、銀麗ホールすごい近かったんですよね、うんうんうん、ただね俺1回しか見たことない。はあ、よっぽど映画見たくなかったんだね。あんたはね。じゃないです。俺は結構土日に会社行っては1本見て、うん、また仕事してみたいなね、よくやってました。もっと行けばよかったな。もっと行けばよかったのに、入りやすいし、うんうん、もちろん何本も売ってるしね銀麗ホールには、うん。で2本立てでしたよね。え、大概2本立てでした、ね、2本立て、まあ、3本の時もあるし、うん、オールナイトやってる時もあったけど、うん、まあ、基本2本立て、うん、ちなみに銀麗ホールでアルバイトしてた有名な映画監督は誰ですか。森田さんでしょ。よく知ってるね。書いてあるか。え、書いてあるの、うん、そっか。で森田監督がいつもだから仕事してて、うん、であのご婦人の三沢プロデューサーが、うん、よく終わり頃にだから迎えに行ってたって話をよくしてましたけどね、うん、なんか特別にエピソードとかないですか。特別なエピソードはないかな、うん、でもやっぱりいろいろ何本も見、まあ、とにかくエピソードとしては、うん、そのアスミックにいた、89年から97年、うん、8年の4月まで、うん、ずっとだから銀麗ホールと共に暮らしてたから、よく見に行ってましたよね、見逃したものとかね、うん、だから年間パスポートは確か2年にわたって2回買ったと思います、うんうん、じゃあ次、濱口竜介監督の新作悪は存在しないが単館系の劇場でしか上映されないのはなぜですか。これあの今週末公開作品のところで悪は存在しないを一番最初に取り上げまして、そこでもちょっと言及したんですけど、どっちが先にアップされるんだろう、雑談コーナーと今週末です。あ、それは悪は来週だわ、うん、だからそうだね、うん、まあその時にも話すけど、基本的には多分送り手のお考えなんだというふうに僕は思いました、うん、だからそのシネコンとかでやるよりもその単館系の人たちにぜひ上映したいというふうに思ってるんじゃないかなというふうに考えてますけどね、うん、まあ、これはだから配給会社さんとかっていうよりも監督の意向が強いのかな、うん、監督を含む監督の周囲の人たち、うん、まあ、送り手の配給会社さんも含めてね、うん、だと思うんですよね。まあ、多分その、まあ、単館系の劇場さんで見ていたことに意義を感じてらっしゃるんだと思いますけど、ね、うん、そういうふうに僕は勝手に思ってますけど、ね、私もそうだと思います、うんうん、はい、じゃあ次、アンナチュラルの石原さとみさんや井浦新さん、MIU、 これはミュー4万あんた見たやんこれ、このドラマミューって読みましたね。何を言ってまんのやんたほんま。綾野剛さんと星野源さんらテレビシリーズ2作品のメインキャストの続投が発表されているのですが、お三方ご覧になられたことあるのでしょうか。ミュー404は全部見てますよ、ね、私も大好きなドラマの一つです。アンナチュラルは、アンナチュラル1本か2本ぐらいだと思う。私は見てません、うん、T さんは。私も見てないんですよね。どちらも、うん、はい、うん、いや、ミュー404は面白い、すごい大好きです ね、 ですね、面白いんだろうなと、うん、特に須田くんが出てきて以降が好きですね、うん、あと松下洸平くんが出た第2話も結構好きですね、うん、
これまあプログラムピクチャーコンテンツになりそうなのでお三方の距離を近いかどうか聞いてみたいです。竹内さんこの映画に対して、まあ、距離感は近いですか？まあ、ミュー404は非常に近いですね。大好きです。私もそうです。Tさん見てないんだもんね。でも面白いってここで散々聞いてるので、うん、気にはなってるんですけど、ね、脚本野木明子だよね、うん、演出があれだよね、うん、確か彼女だったよね、うん、ね、うん、演出誰？ほらあなたの好きなほら目黒蓮が出た、あはいはいはい、塚原あゆ子だって、はいはいはい、じゃなかったかな、うん、そうです、うん、だから野木明子脚本塚原あゆ子演出だったと思うんだよね、うん、で後半かなり混沌とした描き方してて、うん、面白かったよね、うん、ミュー404は須田くんの悪役も良かったし、うん、かなり好きですね、はい、うん、じゃあ次今年4月の公開作品は邦画が少なく来月5月の公開作品の邦画はかなり多く邦洋問わず劇場公開作品が大混雑している月になっているのですが名探偵コナンや濱口竜介監督の悪は存在しないといった大きな目玉になるような日本映画の存在が大きかったのかもしれませんがこれは何か理由があるのでしょうか？わかりません。たまたまじゃないですかね。あとだからいつも言うけど東宝とか松竹とかはそのテントポルノの作品の公開日が決めてそれで以外のところにそれを配していくので多分その都合はそれぞれあったと思うんだよね。特に東宝は3月がドラえもん4月がコナンっていうふうになんかその大きなアニメ作品が決まってるから、まあ、それを避けていく傾向はありますよね、うん、まあだってコナンブルーロックハイキューとかってあればやっぱり必然的にね目玉作品はそこ避けざるを得ないですよね。あのシネコンに出す映画はやっぱりスクリーン数取られちゃうからかなり苦しい展開にならざるを得ないので、まあ、同日はぶつけたくはないですよね絶対に、うんうん、だから避けちゃったことによって偏ることはまあまあありますよね。偏ることはあると思います、うん、はい、特にあの自社は絶対ぶつけないから、ね、そうですね、でかいのは、はい、うん、でその関連でかな山下これ信弘でよかったですかね、うん、で山下信弘監督の水深ゼロメートルから、ね、大森達史監督の湖の女たち松本幸四郎主演の時代劇シリーズ鬼平犯科帳セットは厳密には4月12、13の週か26、27の週に公開されててもよかったように感じるのですがゴールデンウィークシーズンの後ということが、まあ、その今話をしたその大渋滞の影響とかっていうことになるんでしょうか？まあそうでしょうね、まあ、多分そうでしょうね。取れないんだよね取りたくてもね、うん、まあ、あと自分たちの勝手な都合もあると思うんで、うん、一概には言えないと思うんですよね。やっぱりその時期に公開したい何らかの理由はあったのかもしれない、うん、まあ、当事者じゃないとちょっと分からないですよね。ただあの当然ね対策のアニメがバンバンバンで来ちゃうと、うん、取りたくてもシネコン取れないですからね、うん、ソウルフルワールド霧の淵のネタバレなしレビューを発表していただけませんか？これなんか忘れたでしょ。メンバーシップでやろうとして忘れたんです私忘れました。ひどい話だよね。あの視聴者さんにもご指摘いただいて、うん、忘れましたね忘れました、ね、はい、なので、メンバーシップで今週語りたいと思います。いつなんかこの、ね、今週みたいがメンバーシップに移行されたのなぜなの？メンバーシップの価値を上げたいから。なんだそれ。でも前ここでやるって言ったじゃん雑談コーナーで最初はね、うん、でもそれは気が変わったってこと。メンバーシップを作ったことにより、うん、まあ、メンバーシップねお金出していただいている方に多少の特典はないよね、うんうん、多少なんだ、はい、はいはい、先週の質問で抜けてたやつか、うん、これなんかその大丈夫ですか？コメントで皆さんがこうじゃないですかって教えてくれたんで一応載せたんですけど、ああちょっとご本人はご本人からはないかったと思うんですよね、うん、これかこの下の方ですね、うん、主役の男女が違うというのはおそらく神木隆之介さん浜辺美波さんはゴジラランマンであの共演されてます、うん、目黒蓮さん今田美桜さんは私の幸せな結婚トリリオンゲームで共演されてます、うん、こういう同じ立ち位置ってやっぱりライバルの作品を見てたりするんでしょうか？あ、なるほど、ね、お互いがお互いを見てるかどうか、うん、そりゃ分かんないですよ僕らに聞かれても分かんない、ね、いや見てる人は見てるでしょうね、うん、でもそれライバルとは思ってないと思うんですよ、うん、いろんな人がライバルだから、うん、
まあ、興味がある作品とか興味がある俳優さんがそれぞれきっとあるから、それは注目してご覧になってると思いますけどね。これたまたま同キャストで映画でドラマでみたいなことって、うん、これたまたまなんですか、狙ってやってんですか。どっちもあり得ると思う。たまたまもあり得るし、うん、狙ってることもあり得る、あると思う。どっちかが勝手に狙ってることはあると思う、うん、分かんないよねこれはね。分かんない、じゃないとね。目黒蓮、今田美桜は多分送り手が意識したように僕は思いました、うん、なるほど、うん、質問は以上ですかね。はい、はい、じゃあ今週、うん、課題作以外でご覧になった作品何かありましたら言うだけ言うんだ、はい、今週はだから水曜日今収録してるので今週は見られませんでした。なるほど、うん、T さんは。私も今週は見てません。はい、私は今週ナンバー10を見ました。偉そうにドヤ顔で言うことなんですか。感想はメンバーシップで言いたいと思います、うん、なんかご覧になったね視聴者さんが面白かったって書いてましたね、うん、気になる。ほとんど語れません。え、何それどういうこと。なぜでしょう。寝てたんだ。それはメンバーシップで寝てたんだよ。一切寝ておりません。あ、そうなの。はい、それでも語れない。はい、ほんまそういう映画です。気になる。あ、ネタバレになるってことだ。語れません。一切語れません。なるほど。結構語りたくない。語りの佐藤さんが言うんじゃしょうがない、はい、ということでナンバー10および先週課題作以外で見た作品の感想はメンバーシップで語りたいと思います、はいはい、じゃあ、雑談コーナーは以上で終わりますが、引き続き皆さんの質問等、お待ちしております。よろしければコメントをお寄せいただき、なんかそういえばさ、はい、また終わりの気合に言うけどさ、うん、どこだっけな、ワーナーかどっかがなんかパラマウントを買収しようと今してるよね。そうなの。ワーナーじゃない、どこだっけな、うん、それまだ噂レベル。いや、もう一応ニュース的には出てて検討してるっていうニュースは、どこがパラマウントだったっけな、うん、ちょっとよく覚えてないんだけど、ワーナーとパラマウントが合併、うん、あ、それか。じゃあワーナーがパラマウントを吸収合併しようとしてるかな、うんと思うんだよね、うん、親会社じゃない、母体会社は多分ワーナーだと思うんだけど、うん、ワーナーがパラマウントを、合併しようとしてる、うん、だよね。そうですね、うん、でも競技打ち切り報道みたいな。打ち切り、うん、じゃあしなかったんだね。じゃあ決裂したんだ、うんうん。まあ、この話はちょっと面白いなと思って、ね、うん、やっぱり相変わらず再編が続いて、うん、未だになんかウォルト・ディズニーがフォックスを買ったのは気に入らないんだけどね、うん。まあ、じゃあどうすればよかったのかっていうのはないから、まあ仕方ないんだろうけどさ。まあやっぱり配信が強くなってメジャースタジオも厳しいんでしょうね。まあしかもアーカイブコンテンツの価値が高まってるから、多少だから赤字があっても吸収してもいいと思ってるんだろうね、やっぱりね。なるほど。じゃあ引き続き、雑談コーナーへの質問をお待ちしております、はい、どうもありがとうございました。